次よ。緊張してない？原稿忘れてない？平気です。原稿もここにあるです。昨日一般人に森様様の正確な情報を伝え、意識改革するため先日のものを改良し、よりメッセージ性の強い原稿にしたです。え、そうなんだ。では続いて二部谷進化さんの応援演説を務める1年生デコモリサナエさん。はいです。行ってくるです。こんにちはです。二部谷進化の応援演説を務めるデコモリサナエです。これから同志諸君に森様様の温かくためになる言葉を伝えるです。第一章三節。世界の構造はつまり愛の摂理なのです。私はこの400年、人の心の流れをただ見つめてきました。戦争、憎しみ、争い、人はなぜそんなことを続けているのでしょう。さあ皆さん、精霊はいつもそこにいて愛を運んでいるのです。やめてー、やめて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 やめ